ブラックバック作戦ズブラックバック作戦とは、イギリスアルゼンチン間で勃発したフォークランド紛争において、1982年5月1日から6月12日にかけて、フォークランド諸島で行われたアルゼンチン軍に対するイギリス軍の空襲作戦。実施当時世界最長距離の空襲作戦であり、実施にあたっては空中給油が駆使された。 期間中7回にわたって実施され、うち5回が成功している。1982年5月18日、アセンション諸島上空のバルカン爆撃機1982年3月30日から4月3日にかけて行われたアルゼンチン軍の上陸作戦によって、同軍に掌握されたフォークランド諸島奪還のため、イギリス軍は4月初頭に、本国より、 機動艦隊を派遣させることを決定。フォークランド紛争が勃発する。フォークランド諸島には、グースグリーン、ペブル島など数カ所に飛行場が存在するが、舗装整備され、なおかつジェット戦闘機の発着まで可能な長距離の滑走路を持つ飛行場は、とうとう、ポートスタンリーにのみ存在した。イギリス軍は、同飛行場からのアルゼンチン軍航空機による、 迎撃の阻害と輸送機によるアルゼンチン本国との輸送空路を立つためにこの飛行場を攻撃することを決定。フォークランド諸島より約6000キロメートル北東に離れているイギリス領アセンション島のアイドアウェーク基地よりバルカン爆撃機とビクター級行きを使用した当時としては最長距離になる長距離爆撃作戦を立案する。これに伴い 作戦に参加するバルカン爆撃機は、完成後方装置の改良が行われ、パイロットらは、空中給油の再訓練が行われた。第一次作戦において、バルカン爆撃機は、攻撃に際し、往路7回、キロ1回の給油を行う計画であった。実際には、爆撃本向きが故障したため、予備人向きが爆撃を実施している。 1982年4月30日、アセンション島のワイドアウェイク基地より、同と現地時間午後10時50分に、イギリス空軍第55、第57飛行隊のビクター計11機が離陸。続いて1000ポンド通常爆弾21発を搭載した第101飛行隊のバルカン2機が離陸、フォークランド諸島へ向け進路を取る。直後にまず、ビクターの1機が、 空中給油装置に不具合が見つかり帰還。続いて、バルカンの作戦担当機が予定の高度9500メートルへ上昇中にキャビンの余圧が効かないことが分かり、帰還。これにより空爆は予備機のバルカンが行うことになる。XM607 ブラックバック作戦に参加した最初のバルカン爆撃機まず、離陸から約45分後、アセンション島より、 約 1350km の地点で4機の、ビクターがバルカンと残りのビクターに給油を行って、帰還。同じように離陸から約2時間半後、アセンション島より、約 1840km で6機中、1機が、バルカンに、2機が、残りのビクターに給油を行って帰還。離陸から約4時間後、アセンション島より、 約 3000km の地点で1機のビクターが残った、ビクター2機に給油して帰還した。離陸から約5時間半後、アセンション島より約 4400km の地点で4回目の給油が行われたが、その際、ビクター同士の給油で燃料を受け取ろうとした、ビクター1機の空中受油装置が乱気流で破損してしまう。この破損した機は、 バルカンに5回目の給油のために随伴する予定の給油機だったため、この機はここで帰還する予定だった機と役割を交代すべく燃料を移し帰還した。これらのアクシデントや飛行方法によってビクターは作戦に利用する燃料が当初の計画より大幅に消費されてしまっており、最後のビクターがアセンション島より約 4800km の地点で5回目の 給油をバルカンに行った時には、給油を担当したビクター、バルカンともに、当初の予定より機関分の燃料が不足していた。これは期間中に給油を行う機を増やすことで対処された。5月1日早朝、バルカンは、フォークランド諸島、ポートスタンレー空港より約 460km の地点で、アルゼンチン軍レーダーをかいくぐるために交換を開始し、 約 370km の地点で高度 600m まで降下、さらに高度を下げて高度 90m で目標に接近。約 100km の地点で爆撃レーダーを作動させて同等の地形、施設の位置の把握を行った。この直後にポートスタンレーに配備されていたアルゼンチン軍の早期警戒レーダーに捕捉されたバルカンは、 爆撃工程に入るべく、目標まで約 74km の地点で投下する爆弾の運動エネルギー量を十分にするための高度 3000m に一気に上昇し、爆撃装置を自動投下にセットして投下ポイントへ水平飛行を行った。目標から 15km の地点でバルカンが爆弾層の投下扉を開いた直後、アルゼンチン軍が 対空機関砲として各所に配備していたエリーコン k d 3 5ト、mm、ル機関砲のスカイガード対空射撃統制レーダーがバルカンを捕捉。バルカンは搭載していたジャミングポッドで対抗しようとしたが運よく、レーダーロックが途切れた。バルカンはそのまま投下ポイントへ向かい、目標手前8トル地点の投下ポイントで爆撃装置の自動作動により爆弾21発を投下後、 爆弾層の投下扉を閉じて、即退避。その数分後に、アルゼンチン軍の対空砲火が放たれたが、すでに安全圏に退避を完了していたバルカンに、被害はなく、爆撃成功の暗号を、スーパーヒューズをアセンション島に送信後、キットにつき、ブラジル沖合上空で待ち受けていたビクターから、燃料を受け取った後、同日午後に無事に、アセンション島への帰還に成功した。 投下した爆弾21発のうち4発が空港施設周辺に命中、そのうちの1発は滑走路に命中した。アルゼンチン軍はこの空爆によって空港施設の一部や飛行場に中期していたプから攻撃機数機が破損したほか20名弱のアルゼンチン兵が戦死したが空港施設を 機能不全に追い込むほどの損害は与えられておらず、アルゼンチン軍の使用する、エストール性能を持つロッキード C-130EH や、フォッカー F28 から3000。フェローシップ等の輸送機や長距離の滑走路が不要な、プカラ、マッキメガバイト -339AA など軽、攻撃機は滑走路が破損していても運用が可能で、あり。 長距離の滑走路が必要なミラージュ3などの戦闘機はもともとアルゼンチン軍はフォークランド諸島には配備しない方針であったため飛行場にはなく被害はなかった第二次作戦は1982年5月4日深夜から行われた一次作戦と同じく目標はポートスタンレーの空港でアセンション島のワイドアウェーク基地より イギリス空軍第55、第57飛行隊のビクター計11機と1000本ンン通常爆弾21発を搭載した第50、飛行隊のバルカン2機が用いられた。今作戦では一次作戦における燃料消費等の問題から飛行中の編隊、並びに給油方法が変更された。一次作戦では、バルカン、ビクター全機が一つの編隊を組み、給油箇所において、 給油を担当するビクターが滝すべてに給油していくというものだったが本作戦においてはバルカンをフォークランド諸島へ3分の2の工程までバルカンに給油する編隊とフォークランド諸島直前でバルカンへ給油するためのビクターを送るための編隊の2つに分けて行うことで効率の良い飛行を行い燃料消費を抑えるというやり方が取られた作戦担当のバルカンは ポートスタンレーへ空爆を行ったが、投下した爆弾は一時攻撃と違って、目標を大きくそれ、飛行場に被害を与えることはできなかった。第3次作戦は1982年5月12日に行われる予定であったが、悪天候のため中止されている。トロリー上の a g m 十五シュライク今、作戦から攻撃目標は、ポートスタンレの飛行場から、 ポートスタンレイに設置された案 TPS-43 早期警戒レーダーや 35mm 対空機関砲の射撃統制に用いられるスカイガード射撃統制レーダーなどに切り替えられた。これはこの時点でフォークランド諸島において展開していた機動部隊に属しアルゼンチンゾラ海軍の航空機に対しての溶撃や対地攻撃を行っていたイギリス海。 空軍のシーハリアー FRS-1 やハリアーグレーン3部隊がアルゼンチン軍の対空機関砲により損害が出ていたためである。バルカン爆撃機はアセンション島にて米軍から供給されたシュライク隊レーダーミサイルが運用可能なように量子翼下部にパイロンが1機ずつ装備され、それぞれにミサイル1発が装着されていた。 この第4次作戦は1982年5月28日に行われたが、バルカンに給油するためのビクター給油機の空中給油ホース格納機の故障から出撃から5時間で中止されている。XM5972 度のブラックバック作戦に参加したマーキングが見られる第5次作戦は1982年5月31日夜に行われた。 イギリス空軍第55、第57飛行隊のビクター K11 機と、シュライク隊、レーダーミサイル2発を搭載した第50飛行隊のバルカンが用いられた。一時、二次作戦と同様に低空からバルカンは、フォークランド諸島に接近し、ポートスタンレー近郊にて、アルゼンチン軍の保有する3 5ト、mm、ル対空機関砲の射程外であった。 高度約4900メートルまで上昇し、レーダーを拡乱させるためのチャフを散布しながら、標的であるレーダー設備の探索を行った。この際、バルカンの上院には、民家近辺に設置されたレーダー施設への攻撃は、民間人への被害を防ぐために禁止されていたが、それ以外のレーダー施設は自由に選んで攻撃して、良いという命令が下っていたため、目標の選択に、 ポートスタンレー上空で若干止まることになった。バルカンはアルゼンチン軍の案 TPS-43 早期警戒レーダーの1機を標的に定めミサイル2発を連続発射したがアルゼンチン軍はこのレーダー施設への攻撃を察知してミサイル発射の直後にレーダー波を停止させたため途中でミサイルの誘導が効かなくなったためレーダー施設に命中せず ほとんど損害は与えられなかった。第6次作戦は1982年6月3日に行われた。イギリス空軍第55、第57飛行隊のビクター K11 機と新たにパイロンを2機増設し、シュライク隊、レーダーミサイル4発が搭載された第50飛行隊のバルカンが用いられた。第5次作戦と同様にバルカンは低空から フォークランド諸島に接近した後、約4900メートルまで上昇後、攻撃に移ろうとしたが、アルゼンチン軍レーダーから捕捉されたため、幾度となく回避運動を取り、約40分近く、フォークランド諸島上空に止まった。燃料が乏しくなったバルカンは、攻撃を観行するべくシュライクミサイルの有効射程である、高度3000メートルまで降下。 その際、アルゼンチン軍のスカイガード、射撃統制レーダーにロックオンされ、対空砲火を受けるが回避に成功し、シュライクミサイル2発を発射、スカイガード射撃統制レーダーの破壊に成功した。この際、同レーダー施設のオペレーターである、アルゼンチン軍兵士3名も戦死した。攻撃に成功したバルカンは基頭に着いたが、その4時間後に機関用の燃料をビクターから、 給油使用した際に、バルカンの空中給油の重油プローブが破損して給油ができなくなり、アセンション島への帰還が不可能になってしまう。バルカンは、やむを得ずブラジル、リオデジャネイロの空港へ緊急着陸を試みるべく、航続距離を稼ぐために1万2000メートルまで上昇して、同空港に向かいつつ、乗員らは、作戦指示書などの機密書類と、 パイロンに残っていた2発のシュライクミサイルの海上投棄を試みたが、シュライクミサイル1発がパイロンから離れず、結局1発のミサイルを残したまま、リオデジャネイロの飛行場に着陸した。乗員と機体は、イギリス政府とブラジル政府間の交渉が行われる間、ブラジル軍の監視下の下空港と軍施設にて抑留された。 バルカンとその乗員らは6月10日に大国許可が下り、アセンション島へ無事帰還した。ブラジル側はバルカンの機体内部などを調べようとはしなかったが、同期のパイロンに残ったままだった、シュライクミサイル一発だけは没収した。第7次作戦は1982年6月12日に行われた。本作戦ではフォークランド諸島において、 ポートスタンレーへ進行中だったイギリス陸軍地上部隊への支援としてのアルゼンチン軍人地攻撃が目的だった。作戦に参加したのはイギリス空軍第55、第57飛行隊のビクター K11 機と陣地攻撃用の空中炸裂型爆弾21発を搭載した第101飛行隊のバルカンで、バルカンはポートスタンレー南部のアルゼンチン軍人地へ空爆し、任務を 果たして帰還した。この二日後、フォークランド諸島のアルゼンチン軍は降伏し、フォークランド紛争は終結した。ありがとうございます。